始まってる。この前みたいなこと起きるかと思ったよ。大丈夫だったよ。始まってた、ちゃんと。なんかさ、配信始まる前にさ、テロップかけたらいいのにね。なんでかけないんだろう。ね、さすがに切り忘れた、始まってること忘れてることはないから大丈夫だよ。これセンターで分かれてる、こっちの分け目が悪いのかな、なんでだろう、なんか変な感じする。お、フランボワーズ行ったらね。約束は守ったよ。聞こえた？聞こえたかな？聞こえたかな？どうだった？逆に聞き返すパターン。よいしょ。ね、昨日楽しかったね。昨日本当に面白かった。マジで面白かったんだけど。なんであんな面白かったの？マジ聞いてほしい。なんかさ、私さ、ソロのポジション覚えたのね。出させてもらえません。なんででしょう。歌が下手だからかな。ねえ、そう、聞いてほしい。昨日受付でね、なんか見覚えのあるような人が入ってきたわけ。いつものね、17組の1人目が入ってきて、って思ったら後ろからみんなニコニコしてゾロ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 ってね、連続でね6人ぐらい入ってきて、マジで笑った、マジで笑った。あのさ、受付終わった後も実は思い出して笑ってたっていうね。だからたかしに言ったもん。そしたらたかしが羨ましがってたよ。昨日ね、年下のたかしに人生相談した。たかしはうん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 って聞いてくれるから。好き。ルーソックスはね、残念ながら誰も履いてなかったみたい。いやー、逆に6人ぐらい揃ってさ入ってきたらさね、圧を感じたよ。でもあのルーソックス6人入ってたら私笑っちゃうかも。でもそう、聞き上手なんですよね、本当にね、本当にね、面白かったね。1人目誰だったでしょうかね、言えませんね。圧、何かの圧を感じたよ。でもなんかあれなんだよ、6人も圧をかけて入ってきたらみんなに構ってあげられなくなっちゃって、ちょっと申し訳なかった。話したかったけど、なんかね、ズルズルってみんなと話したかったから。そう、面白かったけどね。なんか久しぶりにいっぱいの人がいて嬉しかったんですよね。あまりね、見渡しても私の色が見当たらないんでね、私の色かなと思ったら違う子の色だったりみたいな。確かにちょっと危うい人もいたけど。笑ってない。あれ10人ぐらいいたかな。え、そんないたかな。とにかく面白かったんですよね、はい。もうたかしも困るぐらいの人生相談しちゃったよ。困ったかな、たかし。あ、でもね、たかしとね、今度一緒にご飯行こうねって約束した。あと、たかしに服を貸してあげる約束もした。もうね、たかしが、たかしが一番なんで。
私の唯一本音を言える子かな。私が激おこしてる時にもう高志見たことある。高志の腹出し違うんだな。高志は私のレアな姿をいろいろ知ってますんで、もう聞かないでよ、聞かないでよ。そうそうそう、もう次は私狙っちゃうかな、あおちゃんのこと。でもね、あおちゃんもね話聞いてくれるんだよ。そう、年下は可愛いね。ねえねえ、本当にね。ごめんよ、コメントがなかなか見れてなかったみたい。あおちゃんまでナンパ。ただたかしはさ、結構私のたかし、私のたかしってさ周りから言われてるけどさ、あおちゃんまだ言われてないじゃん、私のあおちゃんって。じゃあ私が一人目でいいよね、私がもう狙っちゃっていいよね。私のあおちゃんにしちゃってもいいよね。どう、ちょっと作戦会議しようじゃん。みんなのあおちゃんって言われちゃったよ。いや、私のあおちゃんにしますんで。あ、そう、なんかね、そう、缶バッジと、そう、アクスタネ出た人はね、そう、いっぱいいたみたい。持ってきてね。板場とか作っちゃうってよ、みんな。板場ってわかる？私の缶バッジとかをいっぱい透明のバッグに入れるの。サンリオに売ってなかったかな。あるよね、サンリオに詳しいお方おられませんか。待って、ルーズソックスに板場はちょっと痛いかもしれない。ダメだわ、それは。それはあのルーズソックスを諦めよう。だって私お話し会で履くって言ってないし、言ったっけ。言ったかもしれない、言ったっけ。なんか履けたらいいよねみたいなね。セーラーでもさ、セーラー、セーラーだからな。なんかさ、お着替えしたいよね。ずっとさ、3分もさね、同じ服ってね、ちょっとみんな飽きちゃうよね。そんなことない？じゃあそちらもそういうなら、そちら側もちょっとセーラー服着ていただいて。吐くからだっけ、なんかね、なんか吐くか悩んでるよねみたいな話してた。結局ね、あのね、ルーズソックス諦めてね、もうビヨビヨのやつ買おうと思って、もう買い直しですね。感じですね。頑張ってゴム抜きしたのに、うん、なんか思ったように伸びなかったの。多分元の長さが足りなかったんだよね、思ってたような。安いのを買ったからね、ちょっとそういうのはチケ、あのケチるあれではなかったですね。いや、今も流行ってるよ。え、そう、なんかね、そのぐらい、150センチ、私の身長もない、え、身長ぐらい、身長ぐらい、身長以上長くね。何センチ、120センチとか110センチとかかな、ね、そんぐらいかな。身長以上だよね。やっぱそうだよ、140センチ、ちっちゃいな、ちっちゃいな。ちっ
ちゃいな。148級だけど多分もう150いってんじゃない、どうなんだろう。なら久々に友達に会ったら縮んだってその一言言われました。久しぶりに会った人に縮んだ、失礼な縮んだと思って笑いましたね。面白かったですね。私の友達言葉にセンスがある人多いからさ、マジでずっと笑える。伸びたじゃない、そうそう伸びたじゃなくて、ん？縮んだ縮んだの一言縮んだ、面白い。そう、まあそういうノリですからね。それを本当には捉えてないですよ。まあそういう中の子だからね、それでいいんですよ。いるでしょそういうノリの仲間みたいな、ね、200cm。それな、夜来るかもみたいな。いや私ねちょっとね、ま、あの申し訳ないことしたんですよね私、あのお見送りの時に夜も来ると思ってて、そう来ると思ってた人に朝と逆だからってそう言っちゃったの。マジでやらかしたと思ったよね、夜いなくて本当にごめんって感じ。あっち暑くなかった全くもう当たってなかった。私しばらく次出ないよ、7日はいるけど。夜ご飯ねまだ食べてない、うん作ってもないや、ね、お昼遅かったからさ。てかマジこの服かわいい。上はさめっちゃ普通に見えんじゃん、これね、お腹の部分がこうバッテンになっててめっちゃ可愛いんだ。わかる？めっちゃ可愛くない？パチパチパチ。でもこれあんまりね、めっちゃお腹見えるってやつじゃないから。好き好き、めっちゃ見えるわけじゃないんだよね、バッテンのところがみたいな。多分この服探したらいっぱい、あのすぐ見つかる。今この服持ってる人多いから。さ花火のさヒューの音好き、わかる？ヒューで、私の好きな花火の種類はあれなんですよ、あのなんかし多分名前違うけどしだれみたいな名前名前作ったなんかしだれ桜みたいだなみたいな、わかるかな、伝わるよね、伝わるよね。そう伝わる伝わる。てかさ何これ、待って今気づいた、何これ、隠れた。あ、柳っていうやつなんだね、あれは。あ、そうなんです、そうなんです、ありがとう教えてくれて。そうなんですよね、
今日からまたお話し会の受付が始まったんですよね。確かね、そう、まあいいや、言わなくて。こんな感じか。めちゃめかゆい。よし、こんな感じかな。そう、今日はそろそろ終わりますよ巻き終わったので。完成かな。よいしょ、こんな感じかな。いや、今日はなんか前髪失敗した。まあいいや。おいしょーい。来たばかり、私も始めたばかり。今日なんか本当に前髪どうした、前髪どうした、腹が立つ、腹が立つはい、完成。あ、じゃあちょっと待って、今19分だから、じゃあ25分に終わりにしよう。だからまつげもやっちゃう。ね、みんな一人も気づいてくれなかったけどさ、実はあの3日の日に私マツパ行ってんですよ言ってなかったけどね、言わないけどね、言ってないかったけど言ってるんですよね、実は。まあここに気づく人なんてね、誰もいないですけどね、友達も気づかないのでね。はい、まあ行きました。そんなわかるか、本当だよ、本当ですよね。確かになんか最近ね、離れちゃったしね、結構。でも人数少ない日だとさ、まだ受付長いんじゃない。一人ずつなっちゃったっていうのがね、結構あれだよね。なんで一人ずつになったんでしょうね。まああれですかね、人気じゃないの、闇みたいなね、鬱になっちゃった子がいるのかな、わかんないけど、誰かが言っちゃ、なんか言ったのかな。でもあれだよね、ごめんねみたいなのがあったからだよね、多分ファンの方の。その子じゃなくて そう、その子じゃない子に言っちゃって、その子にごめんねって言っちゃってみたいなね。私はそれで傷ついたけど、まあそんなものかなと思いました。まあまあ、それも私の実力ですかね。忘れ物ね、なんか昨日車に忘れ物した人多かったみたいだよ。まつげ抜けた、一本だけ。まあね、なんかね、難しいとこだよね。でもね、当たり前じゃないっていうことをね、分かってほしいですね。それを頭に入れて
受付に挑んでください。だっていつかは受付制度なくなるでしょ多分、わかんないけど。全然そんなお話は聞いてないけどね。だからさ、わかんないけど、いつかはなくなるから、その時その時を大事に来てください。しかも初めての受付。ジュラちゃん気づい、ごめんね、本当にごめん、本当にそれはもう本当にごめんって感じ。なんか来てる、行くって言ってて、でも気づかなかった。本当にごめんね、それは本当に。でも本当に受付があって当たり前じゃないので。確かに2時間前そうだよね、みんなね、そうだよね、確かに。それ毎回何番目かわからないしね。でも予想通り私が一番最初でしたね、昨日は。成功したイエーイ。マジこれかわいい、最近使ってるリップです。昨日もリップ変えてこれになったんですよね。めっちゃさ、あの唇チュルチュルだったでしょ、これのおかげだよ。これね、ラメも入ってて乾燥するけど唇パサパサになるぐらいまでいかないのね。色ついて乾燥って感じだから。何？フルーツ？ありがとう。はすごい可愛いんです、ね、そうなんですよね。あの髪型結構好評で、あのここのお団子結構みんなが可愛いって言ってくれるんですよね。でもそうで、7日の日の前座はどうしようかなって今めっちゃ考えてて、今のところお団子ハーフアップ、お団子ハーフアップみたいな感じなんだけど、そうどうしようかなって悩んでます。もし7日来られる方いましたら、あのメールで教えてくれればそうどっちがいいなみたいなね。7日誰か来るかな、1年の組どうなんでしょうか。私がステージでやる、久々に、久しぶり、初めてじゃないけど、最近初めてやね、やった曲もね、次いつ出れるか分かんないんですけど。いけないけどメールしてもいいですか。あ、全然してください、全然してください。確かに平日はあんまりね、仕事の終わりだからね。最近みんなどうなの、分かってるの、もうあの曲来るなみたいな、どうなんもう分かってるよね、さすがにね。そうだよ、確かにさすがに分かるよね。今日何人だな、今日この曲かなみたいな、分かってるよね。ハーフアップ見たことない、嘘だ、あるって。絶対お団子見たことないんだよ。この前は予想外だった。あ、順調かな。順調の時私初めてだから来てって言ってたじゃん。はい、終わります。終わりまーす。もうこうなれば前座の曲のバリエーション、確かにね、確かにね、確かに。うん、順調見たことない人多いと思うよ、17組で。その日みんな来てなかったもん。
まあ7日来てほしいですよね。でもね、7日平日だからね、来れたら来てって感じです。で、順序読みをいたしますね。13位、変わってるかな、変わってないか。13位、パンダの手をさん、ありがとうございます。12位、ボンタ学派さん、ありがとうございます。11位、カズさん、ありがとうございます。10位、竹友さん、ありがとうございます。9位、バカさん、ありがとうございます。8位、熊助さん、ありがとうございます。7位、ストーンさん、ありがとうございます。6位、ミッチーさん、ありがとうございます。5位、ナミさん、ありがとうございます。5位、アルニストさん、ありがとうございます。3位、ときめっこばさん、ありがとうございます。2位、ライトさん、ありがとうございます。1位、坂州さん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ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 終わりもいたします。うん、変わってるよ、変わってるよね。変わったね。ね、変わったよね。どこから変わったんだい。13位12位かな、多分かな。13位、サルッチさん、ありがとうございます。12位、竹友さん、ありがとうございます。次はどこが変わったんだ。3位かな、多分ライトさん、ありがとうございます。で、1位がはやとさん、ありがとうございます。これでみんな合ってるかな。合ってるよね、合ってるよね。テイク2だね。はい、変わったと思います。はい、言えたと思います。イエーイじゃあ5分延長しました楽しかったですじゃあね、バイバーイ。